はいどうも、りょうへいです。そして久保すらです。はい、お願いします。お願いします、ね、久保すらっていうのは俺からしたらちょっと不自然なんだけどまあ、久保すら大久保くんにね、はい、来ていただきました。っていうのも、まあ今日年初初の紅白戦やって、まあ、大活躍してくれて、まあ、最近ね、来てくれてすごい嬉しいので名前の通りスラッカーね、いつも出してくれてるんで、はい、今日また別のスラッカーを持ってきてくれたので、はい、今日は2個、はい、今日は2個、はい、グローブ紹介のコーナーで、紹介させてもらえればと思います。じゃあまず1個目、ちょっとお借りしますか。はい、1個目のスラッカー、はい、こちらです。これは内視鏡の AR5 です。はいはいはい、ここにね AR5 と書いてあります。はい、ちょっと深めな、そうですね、深めシリーズですよね、 AR シリーズは。はい、 AR は AR2 がちょうどいいぐらいの大きさでしたっけ。大きさ的に、そうです、ちょうどいいぐらいなんです。で、 AR3 がちょっとちっちゃい、自分が持ってるやつ。そうです、ですよね、トレンチの自分で。そうです。で、 AR4 がちょっとこれの一回りちっちゃい、はい、そうですよね。 AR5 が多分その中では結構大きい、一番大きい、はい、これは定番品なのかな、一応。あ、そうです。はいはい、これさ、親指のこれってタッチでできた、一応なんか松ヤニとかロジン で自分で乾燥したりするんで、はい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 、まあ、ロジンポケットに入れたりも試したんですけど、まあ、夏場はこっちとか分けたり。なるほどね、そういうことか。なんか土の汚れじゃねえなと思ったからそういう工夫もされてるグローブと。これそうだ、いつもなんかネットで買うっていうじゃないですか。はい、これどこで買いました。これもあのスワローさんで。はいはいはい、片付けは自分。あ、そうです。これかなり針残ってるな、スラッカーにしては。もうポケット部分だけあれがけしただけなので。でもね、ちゃんとデコボコじゃなくて伸びてるし、はい、片付けうまいね。あ、いや、これの DS1 も頼めばよかったわってことは、自分この前DS1 の足を動画で親指抜いたっていう話をしたんですけど、はい、大久保くんも抜く。自分もやった。おお、いたよ、ここにもスラッカー強だったわ、忘れてたこれなんかこだわりとか特徴とかっていうのがある。これは多分自分のグローブの中で一番深めに使ってるグローブ、はい、うんうん、そうですね。まあここがすごい折られてるから、こういう部分がどうしてもまあ深い形になってくんかなっていう感じますね。はい、でやっぱりさ、ほらスラッカーだからさ、こっち側にポケットがあるよ。そう、ここら辺に汚れがすごい集まってるので、はい、ちゃんと、まあ、手のひら補給もできてるのかなっていう、はい、でさ、これウェブがかっこいいでもナイアじゃあね、スラッカー以外だったらあんまりこのウェブないじゃないですか。はい、でもスラッカーはまあこのウェブナイアで作るので全然、だからこそスラッカーらしさが出てるのかなと。そういったようなグローブでめちゃくちゃかっこいいですね。好きなはこれ。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと次いきますか。はい、はい、次はこちら。はい、打って変わってめちゃくちゃ広いポケット MS1 ですね。はい、これは公式軟式は、これは公式用です。おお、そうですね。ここにあれ G って書いてあるのが公式なんだっけ。はい、だよね、 KSG が公式で KSN が軟式。これはいつ使い始めてですか。これは2、3年前ですね。3年前っていうとちょうど2020年ぐらいです、うん、あれ今何歳だっけ。今22。22、あ、じゃあ卒業して買ったぐらいか。そうです、卒業して1年してから、ね、公式を買って、はい、これはね、こっちよりもしかしたらしっとりしてるかもしれない。そうです、革質的にはもっちりとした。そう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 、昔のスラッカーの革にちっけえなーみたいな、はい、いうような、まあ公式だからね、やっぱりどうしてもちょっとグローブの革質が変わってくるのはすごい分かるんですけど、はい、やっぱ公式と軟式だとスラッカーすごい革質変わってくるなって。変わります。マジでここしか汚れてない本当に。でもなんかね、このウェブでこの汚れを見ると、はい、松井和夫監督の現役時代のL7のグローブ、そう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 、ここしか本当に汚れないっていうようなイメージが出てきちゃう。僕それにしか見えなくなってきてたんだこれこだわりは、これは、東京支店さんの方で、おでちょっと、まあ、最初公式を買って、うんうん、まあ、これを3年5年ぐらい長く使いたいなと思ったんですけど、うん、ちょっと硬すぎるっていうか、はい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 、弾いちゃう感じがするので、うんうん、これはもう1年ぐらいでちょっと次のグローブに着きました。はいはい、でも今使ってるから今はだんだん逆に馴染んできてるんじゃない。あ、そうです。そっか、何個スラッカーのグローブ買ったんだよって話だな。えげつねえよな、マジで。ってことは、これは片付けは自身ではしてないと。はい、してないです。唯一ぐらい、もしかして。多分唯一です。じゃ
じゃあ逆に言うと今この東京支店の片付けの角度と指の角度とかを参考に今まで片付けする感じ、はい、あ、そうです。最初はこの親指の綿を、うんうん、まあ、東京支店さんの方で、まあ、抜いてあって、うんうんうん、で届い次 の, その新品のが届いた状態だと収まりが悪いっていうか親指が使えないなと思ってちょっと自分で加工して、はいはい、なるほど、ここの部分ね。はい、はい、スラック強だわ、これに関しては。えげつねえわ。じゃあこれはね、もしかしたら今後の主力グラブになる可能性がまだやっと馴染んできたから。まだ逆に、ま、でもね、シーズン始まっちゃったらなかなか会えないからね。そう、こういうオフシーズンじゃないと大久保君となかなか会う機会がないんで、これはね、もう来年楽しみですわ。いやいや、今あるグローブの進化も見ていきたいし、はい、あの今後ね、はい、のグローブの、新しいスラッガーに関してもすげえ興味あるなっていうような感じがするので、ちょっとぜひぜひ、はいはい、引き続き勝率に含めスラッガーの台風というか、なんていうか違うな、言い方すごい悪いな、スラッガーの広めていく係をね、はい、ぜひ、伝えていってください。はい、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。